はい、皆さんこんにちは、小吉です。どうですか皆さん、中には車を運転してる方もいるんじゃないでしょうかね。まだ車を持ってないという未成年の方もいるかもしれませんが、はい、まあそれでも自転車ぐらい乗りますよね。今日はですね、交通ルールを守って、試合をしていきたいと思います。どういうことやねって話なんですけどね。はい、実はこの戦法がね、なかなか良くてですね、まあはっきり言ってちょっとせこいんですけど、皆さん普通街を、まあ、歩いたり自転車乗ったり、特に車バイク乗ってる方はいきなり飛び出しますか飛び出しませんよね。はい、っていうことにね、小吉気づきました。はい、交通ルールを守ってですね、プレーをしたらね、なかなかというか安全にできるんじゃないでしょうかということです。はい、ここはね、三差路なんで危ないです。はい、いきなり飛び出ちゃダメです、こういう風にね。でもまあ殺すんですけどね。はい、なのでこう危ないとこはね、これ一旦停止です。一旦停止してちょっと出る、確認します。おっと、はい、一旦停止です。ここ一旦停止ね。敵がおるかもしれない。うん、おい、おった、一旦停止です。おるかもしれない、ここ出るかもしれない。自分から出るんじゃないです、相手が出るの待つんです。見失ったわ。はい、一旦停止、危ないんでね。はい、一旦停止。おっとっとっと、さすがにね、正面、今のは正面衝突ってやつです。はい、正面衝突。はい、ブーンって、これ車です。ブーンって行きます。はい、会長に来たんですけど、ここ一旦停止。ブーンって来たんです、ここ一旦停止。ブーン、おい、出た方が負けなんです。出たら負けなんで、うーんってここで止まるんです。キュッ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 。ああ、まあ、後ろから撃たれたらしょうがない、ね。まあ、ああいうのはしょうがないと思います。なかなか、すいません。いい映画撮れないんですけど、ええ例が出ないな。はい。撃たれてるね、上から。ね、ここ、一旦停止。で、回復しましょう。一旦停止する間。おーっと、うまい。ブン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 。いくぜ。おっと、危ない。一旦停止でございます。一旦停止戦法です。一旦停止。はい。はい。よし。ね、一旦停止します。こう。左右、確認します。はい、いましたね。もう一旦停止しながら回復をして、出ちゃう、あいつを飛び出させていく。はい、お、ここ一旦停止ですか。おっちゃ、全くわからなかったなっていう感じですね。ショットガンを持って一旦停止したらいかがでしょうか。キュキュキュッて上から狙っとったですね。一旦停止です。ね、あれ飛び出てたらやられます。あー、すまんすまんすまん。たまにこういうのはね、すまんかったですね、今。ちょっとね、僕手がね、ネトネトでね、ちょっとね、たまに進まないときあるんですよ。まあ、ごめんなさいね。ここ一旦停止、死んだんでね。今、交通事故が起きたんで、ここで。交通事故が起きたんで、あそこ上を降るけど撃ちませんもん。ね、交通事故来たんで、ちょっと行かなかったんですよ。はい。隠れます。出ます。で、殺したんで、こっち来るかもしれないですね。でも、ここは焦らず一旦停止で味方に行かしましょう。で、行きましたね。これは私がもらうというですね、なんとも低い、卑怯な技でございます。はい、行ってください。事故りますよ。事故になりますよ。ほらね、事故になるでしょ、そこね。はい。ここでね。はい。ありがとうございます。おー、こうなったらもうだ。こうなったらね、巻き添えですよ。オッケーっつって。
なかなかいい戦法でしょ、これ。腕がなくてもね、いけるんですよ。腕がなくても。なんじゃこいつは。これ一旦停止。しかも、こう一旦停止せん方がいいですね。ちょっとこのショット感が一番威力の高くなるようなこの位置でこうひっつかないようにやるのがいいと思いますね。こういうところですね。ここまで行ったらね、体も見えるんで、曲がって、ああみたいな。おー、ごめんなさい。あ、リロードです。リロードね、今のはちょっとリロードが僕が焦ってね、出てしまったんで、あの体力でももう一発あったら勝てたと思うんですけどね。で、行きますよね。いや、見られたら引っ込む。ね、まず。それで、なるべく壁を舐めて、この位置。この位置です。はい。危ないんでね。後ろから来てます。はい。どうも、ありがとうございます。ですね、FPS は、交通ルールを守ったら、下手でも多少キルできるということが分かりましたので、あの曲がり角の手前ですね、頭曲がり角でいきなり飛び出さないでしょ。曲がり角の前で一旦停止です。はい、交通ルールを守ったら強くなれます多分。はい、ありがとうございました。長吉でございます。